こんにちは。スイス在住元バックパッカーのベンネです。私が物販を始めた頃、最初に読んだ本がこちら、堀田博和さんのバカ売りキーワード1000という本なんですけれども、この本に書いてあるキーワードとか使い道って物販の販売スキルの基礎であって、様々な商品とか販売状況に合わせて永遠に使えるものなんですよね。この本にはなんとそんなキーワードが1000も詰まってるんですけれども、今日はその中からメルカリで使える売るためのキーワードを50個厳選してお伝えさせていただきます。今すぐ実践していただける内容になってますので、ぜひ参考にしていただければ嬉しいです。動画の最後ではメルカリで商品をどんどん売りたいあなたへ無料プレゼントも用意しておりますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。本書の中では全てのキーワードが様々なシチュエーション、つまり何を訴えたいか表現したいかによって細かく31種類に分類されてます。その中でもとりわけメルカリで使いやすいものを次の5つ抽出しました。まず1つ目、限定性希少性を訴えるキーワード。2つ目、売れている感人気を出すキーワード。3つ目、トレンド流行を表現するキーワード。そして4つ目、期間期限時間季節を表現するキーワード。そして5つ目、価格の安さを訴えるキーワード。これらそれぞれ10個ずつのキーワードと一緒に分かりやすいようにメルカリで使えそうな例文と合わせてお伝えしていきます。限定性希少性を訴えるキーワードからいきますね。お客様は限定されているものとか希少性があるものに強い価値を感じます。それらを利用して商品の価値を高めるキーワードになってます。1つ目、残り在庫わずか。残り在庫わずか、次回入荷予定はありません。2つ目、早い者勝ち。超売れ筋商品につき早い者勝ちです。3つ目、本日限りの〇〇。本日限り、明日には出品を取り下げます。そして4つ目、売り切れごめん。売り切れごめん、雑誌で人気のコート入荷しました。5つ目、二度と手に入らない。この先二度と手に入らないオリジナルバッグ。6つ目、〇〇では手に入らない。小売店では手に入りません。専門業者が使うシャンプーです。そして7つ目、〇〇限定、地域限定商品、北海道でしか手に入りません。8つ目、フォロワー様限定、フォロワー様限定おまけ付き特別セールです。9つ目、希少な天然木材が使われている商品です。そして10個目、入手困難、日本未発売、入手困難な商品です。売れている感、人気を示すキーワードです。お客様は人気のものとか売れているものに特別な興味を示します。売れているものは売れているということで、さらに売れるようになるんですね。11個目、完売、前回販売時に3時間で即完売。12、〇〇予告、欠品予告、前回販売に引き続き早々の欠品が予想されます。13、今売れている〇〇、40代女性に売れているサプリメントの代表格。14、売れ筋〇〇、この春売れ筋デザインはこれで決まり。15、売れまくった、ニューヨークで売れまくったサングラスを入手。16、記録を塗り替えた、売れ筋商品の記録を塗り替えたダイエット食品。17、人気急上昇、テレビで紹介されるや否や人気急上昇。18、電動アイテム、不動の電動アイテム、ロングセラーのトートバッグです。19、話題独占、働く女性の話題独占中の必須アイテム。20、追加販売決定、追加販売決定、前回販売ですぐに売り切れてしまった商品です。トレンド流行を表現するキーワードです。世間一般で流行っているものとか、これからのトレンドに目がないというお客様も多く存在するんですね。トレンドへの好奇心を刺激するキーワードになってます。21、〇〇の超定番、秋色コートの超定番、着こなし次第でイメージも変幻自在。22、〇〇の次はバツバツです、赤の次はオレンジです、今年のトレンドカラーを先取り。23、〇〇も注目のバツバツ、人気テレビ番組も注目の成分がたっぷり配合されたサプリです。24、今年最大の注目〇〇、今年最大の注目ブランド、女性を虜にするデザインが多数。25、新スタンダード、これが噂の新スタンダード、革とエナメルがマッチしたバッグ。26、流行必至の注目アイテム、これは買いの人気商品です。
27、各界で話題騒然。各界で話題騒然のビジネス指南書。28、今時〇〇。今時テイストの革ブルゾンです。29、今年らしさ。今年らしさが爆発の注目商品。女性雑誌で人気に火がついたマキシ。30、〇〇のトレンド。この秋のトレンド。これを押さえておけば間違いなし。トレンドや流行を押すなら、メルカリではやはりアパレルですよね。実際アパレル出品数は一番多くて、最大の市場なので、アパレル販売にはこれらのキーワードはすごく使えるかなと思います。期間、期限、時間、季節を表現するキーワードです。これらの表現によってお客様により今、現在を認識させることができ、目の前の商品に焦点を当てられるんですね。31、〇〇日間で。本日より3日間でセール終了です。お急ぎください。32、〇〇はバツバツ時まで。こちらの商品の出品は明日の20時までです。〇月特別企画。3月特別企画、オーダーメイドの入院グッズを販売します。34、今なら〇〇。今ならまとめ買い2点目から2割引きします。35、オールシーズン。素材が薄手だからオールシーズンも OK。36、短期〇〇。目指すは短期で美肌効果。夜のマル秘ケアができるおすすめ商品。37、今年こそ〇〇。今年こそ痩せる。巷で話題のエクササイズ DVD です。38、あっという間に。これを使えば、あっという間に美味しいパンが焼き上がります。39、例年にない〇〇。例年にない寒さ対策にこれが使える。40、日替わり〇〇。本日の日替わりお買い得アイテム。今日限りのお値段です。最後は価格の安さを訴えるキーワードです。安いと聞くとつい反応してしまうお客様にも、その安さを分かりやすく強調する必要があります。では41、そこね〇〇。そこねギリギリでご奉仕中。もうこれ以上値段は下がりません。42、セットでお得。セットでお得、お買い得な3つの商品をセットで格安にしました。43、全部お得価格。隅々まで掘り出し物を探してみてください。44、さらに値下げ中。この価格で販売するのは今だけです。45、在庫一掃セール開催。特別価格で販売させていただきます。46、気軽に買える〇〇。気軽に買える低価格でお譲りします。ぜひお試しください。47、 B級、 訳あり B級品につき特価で販売。48、〇〇%オフ。定価から 50% オフでお譲りさせていただきます。49、〇〇円均一。夏物子供服全品300円均一。他の商品もぜひご覧ください。50、〇〇でこの価格。ゲームソフト5点でこの価格。この値段は他にはありません。ここまで50のキーワードをメルカリ用に抽出したものを一気に公開したんですけれども、どうでしたか？バカ売れキーワードが並びすぎてなんだかお腹いっぱいになりましたよね。本書の中では広く物販で使えるキーワードが並んでいるので、実際にお店などで見かけるキーワードもすごく多いんですけれども、メルカリで使えるキーワードもたくさんあります。逆にメルカリではよく見かけるキーワードも本書には載ってないというものもあります。そこでここまで動画を見ていただいた方限定に特別プレゼントをご用意しました。今動画で50も読み上げたんですけれども、これを実際使っていくにしても全部暗記はできないし、いちいち動画を見直すっていうのも大変ですよね。そこで読み上げたこの50のキーワードと例文のほか、メルカリならではの定番キーワード、そして2021年最新バージョンのアパレル販売のためのトレンドキーワードを集めた商品を売るためのバカ売れキーワード集を特別に無料プレゼントしたいなと思います。こちらのプレゼントへのご応募の方法は、私の LINE アットからバカ売れキーワードという合言葉をください。キーワード集をプレゼントさせていただきます。LINE アットにはこちらから登録してくださいね。登録用の URL も動画の下の概要欄にありますのでご覧ください。YouTube では引き続き在宅ワークに関する動画を中心に、海外生活や旅に関する動画も配信していきます。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。またねー。